それでは、これより総会記念講演会を始めます。本年は台湾のデジタル担当政務委員のオードリー・タンさんにお願いしました。タンさんについてはもう皆さんよくご存知だと思いますので、えー、詳しいご紹介はいたしません。プログラムを独学で学び19歳でシリコンバレーでソフトウェア会社を起業し成功された後33歳でビジネスから引退され 35歳の時にデジタル大臣に就任されました昨年春マスク不足の中でマスク購入アプリを市民ハッカーと一緒にわずか3日で開発したことがよく知られていますその背景にはコロナ前から進めてきたデジタル化や官民の協力があったと伺っております本日は一歩講演のような一方一方向の話ではなくて質問に答える形式をご希望でしたので 当クラブの企画員4人が質問役を務めることにいたしました質問するのは企画委員長の藤井明夫日本経済新聞論説委員長企画委員の黒沢大陸朝日新聞社論説委員本村由紀子毎日新聞社論説副委員長播磨拓司 TBS テレビ上席解説委員以上の4人ですではオードリー・ターさん よろしくお願いいたします小鳥谷さん今日は、えー、ありがとうございます、えー、日本経済新聞の藤井です、えー、本日は、えー、私がまず代表して、えー、特にコロナ対策ですねについてお伺いしたいと思いますよろしいでしょうかはい、えー 台湾については、えーまあ、昨年のコロナ発生から、えー、世界でも感染封じ込めにです、ね、非常に、えー、成功したということで、まあ、称賛されてきたわけですが、えー、足元では少し気になるニュースが、えー、ありまして、まあ、感染が、まあ、再拡大しております、えー。最近のコロナの感染再拡大について現状をどのようにご覧になってどのような対策を取られているのか。 えーまあ、最近のニュースではまた新しいですね感染者を、えー、追跡する、えー、新しいツールを、えー、短期間で開発されたというニュースも流れていましたがそのあたりも含めてお話いただけないでしょうかはいどうもありがとうございますまず私の声はちゃんととろえておりますでしょうか大丈夫でしょうかはいありがとうございます ままずは素晴らししいいいいご質問たただいて感謝いたします。おっしゃるとおりちょうど先週のことなんですけれども実は新しいその接触その 1-9-2-2SMS というものを立ち上げましたこれは接触追跡番号なんですこれ1922というのはフリーダイヤルなんですで200万ものコール電話をいただきました例えばリアルタイムで質問したいと。 例えばピンクのマスクだとかいろんな新たな問題に対して対応するためのこのフリーダイヤルで対応することができた。で200万もの電話を受け,る受け取ることができました。さて今回最近また再拡大がありましたのでこの1922番号というのがこのフリーダイヤルはただ単に電話,電話するだけではなく s m s も設けたんです。でそれに加えて 実際にチェックインできる QR コードを街中に調べましたんで,すですから入力しなくてわざわざアプリを導入する必要がないとその単に送信ボタンを置くことでこの1922というこのフリーダイルにただ単につながるわけです。でその方の通信会社にかかわらずこれただ単に簡単につながることができます。サイバーセキュリティメジャーもちゃんとそういう通信事業者が提供するサイバー対策もちゃんと導入されているわけです。ですから第三者のプロセスではなく。 ネットの第三者を活用する必要がありません要するに私どもは SMS のプロトコールを使うことにしたんですそうすればネットの接続性は必要でないんです通信会社に通信会社のプラットフォームを使うわけですでその場所が分かるような符号が提供してくれるただ場所また登録番号 ここういったことはちゃんとその通信会社のデータベースには保管することはありません。ですから通信会社は28時間28日間この情報を保管する。そしてその後契約上削減することになるんですね、その情報は。ですから通,話会社通信会社としてもそのデータを他の人に対して販売するインセンティブはありません。これはッ力化された情報ですからで、匿名化された情報しか残らないんですね。さて。 技術的な情報について技術的な詳細についてご紹介することができるかと思います。まさに有数のマスクで承認チームのガフゼロの方々の人々とこの開発をしたんです。すなわち1年前このマスクのプログラムを作ったこのサイセンターの方々と一緒に作ったんです。すでにえ この1922っていうそのフリーターがすでにあったそして今あるそのマスク配給のプログラムのチームと一緒になってこの開発をたった24時間ですることができましたしかもあと24時間でテストすることができたんですそして3日目には発表することができましたそういった状況なんです。はい、あのーその 去年の,です、ね、そのマスクの配給のチームと同じチームでやられたということですがそのチームというのはあの政府の中にあるんですかあるいは政府の外にあるんでしょうか日本ではまあデジタル庁を作るということで、まあ、非常に関心があるんですが、えー、今回についてはどういう決断をしてどういうチームで、えー、やられたんでしょうか。 ピープルパブリックプライパブリックプライベートパートナーシップ、つまり市民と官民の協力です。市民の g0v コミュニティです。 オープンストアコミュニティオープンイノベーションコミュニティの市民ですそこがまずマスクマップを手掛けましたよってマップは私のような役人が発明したのではなく台南のハワード・ルーが発明してビー・ジャン・キョン台南市の人物が発明いたしましたですのでマスクの在庫をディスプレイするマップを開発したんですでもみんなが気に入りました ですので政府の役割はリバース調達というべきでしょうかつまり使用を決めるのがその社会セクターがやるでも API つまりマスクの在庫を提供するのが30秒にいっぺん更新されるまたサイバーセキュリティも堅牢であるそれを担保する。 それでコンンビニチェーンなどとも連携するですので民間も関与することによって同じプロトコルを導入するよって薬局だけではなくコンビニあるいは自販機もこのネットワーク規範に参加できるソーシャルセクターがセットアップする規範に参加するつまり大切なのはソーシャルセクターが何千というスウォームのようなところがデザインを やってみることができるそれを一にデザイン最も人に受けのいいものに集約できるわけですそれを政府が主要として定めれば どんな政策あるいはどんなインフラで整備しようとしても世論に受け止められる交換されるっていう確率が高くなるわけです社会セクターですでに騙されているので今回の 1922SMS は全く同じ手続きにしましたつまりデザインを決めたのは2人ぐらいゼロコミュニティの SE チェーンと P2 チェーンが手がけました彼はシンプルなシステムをプロトタイプ使いました1922じゃなくて自分の個人の電話番号 使ってですけれどもその後デザインを実行して5社の電気通信社に SMS の手数料は放棄してくれと頼みましたそしてそれをコンビニ店主とか自分の店舗を経営しているあるいは夜の屋台をやってる人たちを巻き込んで独自の QR コードを印刷する5秒でチェックインすることができるわけです。ペンとと紙だと もっと時間がかかる。ですからもっと早くできる。ですので、自主的に国民を使うわけです。使、え、用、ー、を決めれば10秒、20秒、トップランの形でやれ、やったら民間は受けれないでしょう。でも、えー、5秒でできるわけです。しかもそれを発案したのはソーシャルセクターです。 はい、えーまあ、そういった形でデジタル担当省として、まあ、そういうか、えー、新しいツールを入れて対策を取っているわけですが実際、今回のまた再拡大でですね、えーまあ、株主総会を辞める企業が出てきたりですね、学校もオンライン授業になったとして。 聞いております全体として、この今回の再拡大の台湾経済、特に半導体工場などが稼働して、まあ、これは非常に日本とも関係が深いわけですが、台湾経済の影響、あるいはこのコロナ、えー、撲滅の見通しなどについてもお伺いしたいと思います。いかかがででししょうかそうそすね短,短期的に申し上げると 当選のことなんか、社会的なセクターにはインパクトがありました。また、そのサービス産業にも確かに影響はあります。そこで、予算を追加することにいたしました。今、その予算法案が議会で議論されているところです。で。 近々それを通過させて、ぜひ人々のケアをしていきたいと思っております。レベル3という警戒水準でありますので、このレベル3という警戒水準というのは、例えば仕事を辞めるわけではありません。テレワークの方が好ましい。しかしながら製造業にとって言えば、やはりまだまだ工場の課題必要でありましょう。ですからレベル3はロックダウンではありません。私の場合は決して通勤を禁止するものではありません。レベル3にあたっては。ですから、 今のところはこの1週間大体横ばいでいっております感染数に関してはまたこれが急上昇すればレベル4の可能性もないわけではありませんそうするとレベル4になるとその製そ造業に対してインパクトは出てくるでしょうしかしだからレベル3を維持することができればそしてこの横ばいをなんとか維持できればそして多少下降曲線を立てることができればと期待しております今のところこれは地効指標ですよねレベル3を発表するとこの措置がうまくいくいずれ 加工トレンドになると思います過去トレンドになれば、いずれは製造業の方もおそらく、その以外はないも継続できるんではないでしょうかまだレベル3ということですが、えーまあ、もう一つあの、日本でも話題になっているワクチンの、コロナワクチンの接種の問題ですが、まあ、台湾は初期対応が非常に成功して、まあ、感染者を低く抑えてきた。 ということでその分ワクチン接種もそんなに進んでないというふうに日本と同様0.9%くらいですか非常に遅れているということは聞いておりますただ今後ワクチンについてもいろいろ検討されているのではないかとは思いますがこれまでの対策で反省すべき点というのはありましたでしょうかあるいは今後のワクチンについて見通しをお伺いしたいと思います ワクチン接種を4月の中旬に受けました、その時に周りの人に、過激的速やかに接種せよと言いました、でも彼ら待ちたいと、もう自前の台湾生産のワクチンの方がいいと。 まあ最終的な数字は出ていない、でもその方が安全で効果があるんじゃないか、だからアストラゼネカよりも待ちたいという意見だったんです。でも世論は変わりました、今もうワクチン接種会場は全部予約いっぱいです。ですので、ほとんどの過去1年間、本当の意味でコロナかパンデミックではありませんでした。学校教育も先週までは普通に授業やってたんです。 よっててて緊急感ががななななくくワクチン接種しなくてはならいないいという思いが国民の間で浸透しなかったですのでかなり厳格にトップダウンで接種せよなんてやったとしたならばコンプラリスクがかなり高まってしまうだろうと懸念したところが1週間ほど前からワクチンに対する意欲は出てきましたそれもうもはや問題ない実際に進捗しております。 海外のコバックスのワクチン、c o v から適用されるだけではなくて、国内生産のワクチンも良いトレンドが実施されつつあります。ですので、まあ、反省は反省,であるけれ反省ではないけれども、4月当時は友人や親族もワクチン嫌だって言ってました。ということはもう国内で国民に。 みんなに、行き渡る程度のワクチンの確保のめどは、もうついているということでよろしいでしょうか。そうですね。まず、既存の、既存の調達レベルですと、多分。三千万回の投与をカバーしていると思います。三千万回分です。でまた、国内生産に関しても、まあ、二種類。フェイスツのものがありますので。で、この両方が。 承認されればおそらくさらにこの国内生産メーカーからもさらに2つ二種類調達できる見込みであります、えー、日本ではワクチン接種が始まってその予約でですねシステムがいろいろ問題が生じたりですね えーまあ、さまざまなこのコロナ対策でも、あの給付金をうまく配れないとか、ですねデジタル、えー、改革が遅れがいといろいろ問題を起こしていると、まあ、そういった反省もあって、今、デジタル庁を作ったりしております。えー、オードリー・さんにもいろいろ日本のメディアからですねこれまでもいろんな取材があったと思うんですが。 今の日本のです、ね、コロナ対策、特にデジタル対応の遅れとかです、ね、そういったものをご覧になって、えー、まあただの政府への信頼というのが重要であるということを何度か会見などでおっしゃられていますが、もう一度、今の日本のコロナ対策の状況をどういうふうにご覧になっているか、教えてください。我々の経験からすると マスクと1922の両方を普及させるためにやはり包摂性に配慮しなくてはならない例えばコンビニでプリベードのマスク注文制度を導入するときに え薬局からの配給をやめたわけではなかったんです。なぜならば地元の高齢者は地元の薬屋に行きたいと慣れているからですからえ自分の通常の日常の処方,箋処方薬を買う時に一緒に取りたいと。ですので SNS を導入した時も SNS を絶対使わなきゃだめって言ったわけではありません。えスマホを持っていないな人は鉛筆と紙で 接触番号を書くということでできるんですそれでも有効とみなすデジタル化しなきゃいけないって言っているわけではありませんでもかなり早くできる紙よりも早くできるものをやりますよって発表しているわけです SMS のチェックインを使う人が増えれば紙ペンを使う人が減るそうすると紙ペンの申し込みで列に並ぶリスクが削減されるつまり感染濃厚接触の 外善性も減るですので経験からすると紙とペンに取って変えるっていうのではなくてリスクが減る。 大対策を開発する。それより早い。それよりも信頼を醸成できるものを提供するということ。そうやれば、デジタル化は自動的に進むわけです。過去1週間ぐらいでトップのフリーダウンのツールズのアプリは Google Play Store で今朝チェックしましたけれども、1位がここアラい。Bluetooth、Exposure、Notification System。 ソーシャルディスタンシングのアプリです二位がフリー QR コードスキャンナーですですから明らかに高齢者もお互いに助け合って必要なツールを入手しようとしているわけですそういうやで DX を進めようとしているでも自分の包丁で自分のネットワークで自分の安心できるようなフェスで進めている共有されていると思ってないと思います あの特に日本でもです、ね、こういうネットを使ったものについては高齢者、お年寄りの方がなかなか使えないので困るのではないかとかです、ね、あるいはあの、まあ、先ほどの、えー、接触者に対して、まあえー、連絡先を、まあ、飲食店などで提示するとかそういったプライバシーが、えー、取られるということに対して非常にセンシティブな声があります。 まあこれは政府との信頼関係なのかもしれませんがこのあたりのことについてタン、えー、さんはどのよう,うにお,伺いお,お,お,お考えになりますでしょうか。そうですね。だからこそ私どもはこの一九二二のシステムを設計したんです。データを貯蔵する。でもそれ政府がそれ保管するんじゃないんです。通信会社側でやるんです。そこに違いがあるんです。っていうのはこの五社通信会社があるんですけど人々には選択肢があるんです。 ます。信頼できる通信会社を選ぶわけです少なくとも自分馴染みがある会社を選ぶわけですですから電話がある電話を持っているそして通話会社を活用しているならばおそらくすでにそれを信頼しているんでしょう少なくとも政府他の通話会社よりも信頼するからその通信会社を選ぶんだと思うんですですから例えばこの,会この5つの通信会社とのどこで,どこかで契約するわけですけれども私どもはデータを取るのではなくその 例えばその追跡に対する紹介をフォローできるようにするわけですでもそのデータは決してただ単にそのその接触追跡だけのためにキープするわけですで特に誰も見なければその二十八日間経ったらこのデータは削減するんですこれは大変重要だと思いますこれは安心そして担保であるわけです例えば薬局と同じですよね薬の人に対してはその国民保険カードを渡すわけです薬局サイトは例えばその情報を例えばその 宣伝目的に販売することはないと皆さん信頼するわけだよね国民保険はあくまでもその公共サービスをためのために提供するわけですからまた薬局の方でも独自のその企業 IC カードを使うわけですそうすることでちゃんとそのアプリを通して監査できるようになっているんです誰がその国民保険カードを使ったのかそれか通信できるようになっているしたがって国民保険のアプリを使うことでいつ前回その歯医者さんにいたのかいつ一番最近お医者さんにいたのか また、その迅速テストをやったのいつか、その結果が何だったのか、そういったことが全部分かるようになっております。ワクチンの結果も分かっております。私はワクチン接種したこともアプリで簡単に探すことができます。ですから、それを見ることができれば、例えばデータ、そのデータがあくまでもちゃんとそのデータを提供する個人が、 監視できるということとが分かれば徐々に信頼はできると思いますこの情報は決して他の目的に活用することはないということは、ちゃんと皆さん、安心されるんじゃないでしょうか日本政府もそういったプライバシーに対しては、非常に気を配っていると説明しているんですが、なかなかこう、えー、国民の納得を得られないという状況もあるんですが、その政府がこういった対策で国民の信頼を得るには、何が必要だとお考えでしょうか。 一番大切なのは、えー、強要しないということです、使えと言わないということ、最終的に電気通信事業者を信頼しないのであれば紙と鉛筆でいいじゃない。 ということですつまり国民に対してやんなきゃダメ電気通信事業者を信頼しなきゃダメあるいは政府を信じなきゃダメあるいは自治体を信じなきゃダメというのではなくて追加的な選択肢を提供するんですですので電話会社を信頼するのであれば SMS を選ぶでも嫌だっていうことであれば近い店舗の店主を信頼するあるいはカードを使って電話をします、えー、同じ いい店に入った人が陽性だったっていうことが連絡来てそれでテストするそれでも合法的なんです違う選択肢っていうだけで、はいえー、それではあのもう一つデジタル化とですね、えー、民主主義の話についてお伺いしたいと思います、えーまあ、今回のコロナ禍ではですね、えー、相対的に民主主義国家よりも、まあ、中国のように権威主義国家の方が 感染封じ込めに成功しているという見方もあります。まあ、台湾は民主主義を国家であ民主主義ですが、えー、一方で、まあ、デジタル革命でですね SNS が発達してきて、まあ、これがかえってそのいろんな形で偽情報やデマを拡散してそれが結果的に民主主義を危うくしているという見方もあります。えー、デジタル革命と民主主義 について、えー、オードリーターンさんはどういう風うに、えー、ご覧になってますでしょうかちょっと漠然とした質問ですが まず台湾ですけれども民主主義国家ですその報道の自由がなければ社会的なセクターはないわけですこれ例えばマスクのマップもできなかったでしょう1922の s m s のシステムもできなかったでしょうでも政府が出したものではありません市民社会が立ち上げたものです自由に実験する人々が立ち上げたものです民主主義がなければ例えば早期警戒システムをすることできなかった。 レディットというその台湾版のレディットからも早期経過のメッセージ出なかったでしょう。PTT はオープンソースですオープンガバナンスでありました。そしてその国立大学が補助金を提供したでも独立で運営されてきたものです。宣伝もない株主もないそういったものなんです。ここれが社会的ななセクターのの一ででしたですからこのような 社会セクターがなければ、このような早期経営化施設もなかったでしょう。そして集団エッはなかなかったでしょう。そ噂よりも、そしてユーモアということはなかったでしょう。ですから民主主義なくしてもこれは成立できなかったんです。ですから民主主義が重要なんです。また、ユニバーサルボロドハンブロードバンド、それユニバーサルヘルスケア、この3つが、のこのモデルの、台湾モデルの基礎的な要素なんです。さて 偽情報です。ダブル一応ニューマッアセラバ。というふうに定義しておられます。それ誤った。そして偽の情報がこのシップ、ね。中に出ることを。インフォデミックというとあります。このインフォデミックは決して S. N. S. だけに特化したものではありません。ダブル一応の方ではこのように言っているんです。デジタルインフォデミックがあるんだと。また物物理的なインフォデミックもあると。噂というのはそもそも S. N. S. だけのものではないと。もちろんリアルのプラットフォームでも。 普及しております例えば N2N の WhatsApp だとか LINE だってそういったチャットでもまさに数多くのインフォデミック偽の情報が見られます当然のことながら非デジタルな世界でも噂というものはあるんですそこで私どもはその言動の自由というものをベースに一般の人々を巻き込んで面白い工夫をした形でこのような誤った情報を何とかなくそうとするんです でこのディスインフォメーションユニーク情報は,それは鍵核をつけるそしてその鍵核以外のところにちゃんと文脈を与えるこれは真,真実はありませんとでその真実はないということをその面白い形で伝えるわけですワクチン接種と同じ,は同じですよねまず免疫システムというものを持つウイルスの自分に関して免疫システムに対してこう訴えるわけですそ抗体を作りなさいと自分の自己免疫に対して言う,いうわけです しかしながら自分の人体を傷つけることはないというならば活性化することに過ぎないです。ですが、これと同じことです。スーワスよりもユーモアということを申し上げているんですが、FOD に関して全く同じ対策だと考えておりますはい、ありがとうございます。えーまあ、ここは日本記者クラブで、えー、ジャーナリストの協会ですので、えー、デジタル化とですね、デジタル革命とジャーナリズムの関係についてもお伺いしたいと思います。 まあ、デジタル革命でですね、えー、ジャーナリズムの世界も大きな変革にさらされて、まあえー、紙の新聞というのを、部数がですね、まあ、全世界的に減少する。一方、まあ、デジタルジャーナリズムが、まあ、広がっております。このデジタル革命とジャーナリズムの関係。えー、デジタル化時代のジャーナリズムの役割というのを、えー、田中さん、どういうふうにお考えでしょうか。 若い頃、若かった頃、デモクラタイゼーション、民主化っていう単語は、みんなが参加できるっていう意味だと教わりました。でも、デモクラタイゼーションっていう英語の単語は、最近だと安いとか、簡単にアクセスできるっていう定義になりつつあります。ですからジャーナリズムは 民主化デモクラタイズしなななくてはならいないと思いますえつまりその定義は全席の定義でもってです。つまり人がみんな国民がジャーナリストになれるそしてジャーナリストとしての訓練を受けるそしてえ情報源をチェックして脈絡を認識してその脈絡をも伝えるようなスキルを身につけるジャーナリズムがジャーナリストが持っている スキルは基礎教育におきましてデジタル能力を高めるために必須であります。初等教育がメディアリテラシーを上げなくてはならない。つまり、有機消費者になるための教育です。ラジオを聴くとかテレビを見るときにリテラシーということを語ります。結局、 でもそれについてリテラシーが上昇しないとダメなんです。でもユニバーサルフロートバンドがこれだけ普及すると、誰でもそのコンテクストライズのサービスを提供するライブストリームを誰でも…うん 開始するることができるある意味みんながジャーナリズムに貢献することができるようになりましたですのでプロのジャーナリスト記者は先生みたいな位置づけですそれは初等教育小学生だけではなくて社会の全市民に対して教育者にならなくてはならないそれはジャーナリズムを民主化するための役割を果たしてほしいということです 大きな役割があるということですね。それでは私の質問はこれで終わりにして、他の三人の方々に自由にちょっとお話中ご質問いただければと思います。えっとじゃあよろしいでしょうか。えっと、朝日新聞の黒ロと申します。よろしくお願いします。えっと最初のコロナに関連して二つお伺いしたいんですけれども、一つはまあ今のあのデジタルと民主主義の話にも関係してくると思うんですが、あの政府との信頼関係。 というところがですねちょっと日本にいるとよくわからない部分があるんですけれどもその許容しないとかですねということもおっしゃられていたんですがもともとですねその例えば支持率が高い政権だから信頼関係があるのかあるいは官僚組織あるいは役所に対してもともと国民が信頼しているのかその政府との信頼のですねもともとのベースというところはどんなふうにお考えというかどんなふうにあるんでしょうか。 はい分かりましたそうですねまず信頼しなければ相手からも信頼してもらわないということですよね。2014年私の議会を選挙いたしましたいわゆるそのひまわり運動というものが当時ありました。確かその時に支持率は9%ぐらいだったんじゃないでしょうかね政府の支持率は当時は9%ぐらいでしたですから非常に低かったんです。でどうしてかただ単に人々が怒っていたないしは不満を抱いていたそれだけじゃなかったんです。 人々はこのように考えていたんです当時の政府は国民を信頼していないとそしてその意思決定に国民が参加することに対して政府は信頼していないと感じていたんですですから、ね、審議を減ることなく議論を減ることなく政府の方が勝手にその政策を決めてしまったいわゆる共闘で作られる競争の余地がなかったんです当時。で 人々の参画が早い段階の方がいいわけです。まだまだその概念を作っているとき、ないしは、今後の一番いい方法を模索しようとしているときに、その一番早い段階で市民が参加できて、それとアジェンダーを設定することができれば、政府は市民を信頼しているという証になるわけです。で、そうすれば信頼を市民は返すわけです。まあ、もちろん、信頼を貸してくれない市民はあります。 責任を問う市民もいるでしょう。これは大変重要な存在でもあるわけです、もちろん。しかしながら、人を信頼してくれなければ、そして競争をしてくれる、その市民を信頼してくれなければ、ほなれば信頼してくれる市民もして、信頼してくれなくなるわけです。ですから、文句を言う人々、政府のサービスとして、常に文句を言う人がおりますみ。みんなが助けないとだめでしょうということができます。 文句言うなら自分でプロトタイプ作りましょうとそうしてうまくそれがいいのであれば受け入れますよということになればいいわけです2017年あるデザイナーが請願書を出しました納税システムに出して請願を出したんですと非常に敵対的なシステムだということで文句を言ったんですでその時に政府はそれを防御的な防,防御的な手を指るのではないか2018年そのシステムを受け入れたんですで今 その結果支持率は96%になりました。いいデザインだと書かれてはありません。ナゼの人々が貢献したからいいシステム、納税システムができたんです。いいな、この納税いいねと、自分で作った政府が作った人、我々の手で作ったんだと、その結果信頼が、信頼が高まったわけです。この納税システムですけども 微調されました API ベースでしたので少し調整を行いました。で、これがそのマス,クかマスク予約制度に提供することができました。そして今度はそのバウチャーのシステム、バウチャーの予約システムになりました。で、数週間前またこのシステムを微調整して 1922SMSQR コードシステムになったんです。ですから競争を共に作るということで、ただ単に 財務省そして納税省だけその税務省だけではなく一緒に作った人々のためになるわけですこれには公務員も含まれますなるほどあのなかなか難しいというか面白いというかそのみんなで一緒に作っていくということでまあ政府がですねある意味自分たちの手には負えないからみんな助けてよと 日本ではちょっとそんなことを政府が言ったら大変われわれもいろいろ追及してしまいそうなところなんですけれども要するに政府ができることをできないことをオープンにした上で助けを求めるとそれに対して国民の方もあ,のあるいはあのメーカーとかもですね協力し合える関係ができているというふうな理解でよろしいでしょうかはい、そうです。 あと、先ほどの質問でジャーナリズムに関する質問がありましたけれども、それもここで重要な役割を果たします。なぜならば、探究的なジャーナリズム、特に探究的なジャーナリズムは、重要な脈絡で構造的なエラー、既存のステークホルダーの間の関係の欠点を生み 露呈する。そして、セクールダーが一緒にやろうって、コミットしない限り、良くならないんだっていうことです。ですから、相互の説明責任、みんなが責任を共同負担しているという考え方です。これは、大規模な DX を進めるためには、唯一の方法です。でも、独立したジャーナリズムの分野がない限り追求、時事追求型のジャーナリズムがない限りにおいて、誰も。 情報を共有しようとしないでしょう他のステークホルダーが得をするような情報を開示しないそうするとインセンティブが、えー、奇妙になってしまいます共有しないようにインセンティブが働いてしまいますでもそれが開示されて、えー、法廷で例えば調査がなされるとか検察によって あるいはジャーナリズムによって追及されるということだと世論も理解する世論が理解すれば規範が変わる期待も変わるそうすれば他のステークホルダーも同意されるそして正しいインセンティブが働いて変わっていくんです。他の共同的なオープンガバメントの過去90の事例100ぐらいになるでしょうかもう台湾でやってきましたけれども。 市民社会とメディアも関わってもらうそしてジャーナリズムセクターも関与してもらうというやり方で進めてきました,ましたあとコロナでもう一つだけお伺いしたいんですけれどもあの先ほどの質問と関連してくるところがあるんですが、まあ、非常に具体的な話で先ほどのワクチンの話、えっと、なかなかワクチンの,あの接種の予約が取れないと,、えっと私の同僚はあの年老いた両親のためにもう延々と電話をしている。 私の家族はやはり年老いた老人のためにネットで一生懸命アクセスしようとしてると要するにその高齢者はですねやっぱりあのどんなに便利になってもやっぱりデジタルを受け付けない人たちもまあ必ず残っていくと思うんですけれどもそういったそのデジタルからこ,うこぼれるというといけないついていけない方々に対してですねどのような手を差し伸べてその人たちはどうフォローされているんでしょうか。 そうですね私の祖母もそうでした、まあ、2人祖母がいるんです2人とも健在,な健在なんですけどで母方の祖母なんですけどもそのデイケアサービスの職員の方々が一番最初から彼女のスケジュールとか聞いてくれましたワクチンに関して職員が確認してくれましたですから職員の方がやってくれたですから祖母はそのデジタルサービスで学ぶ必要はなかったんです。でお 例えばソーシャルワーカーに関しても同じですよねその,えその老人ホームにいる方に関しても同じですですから確かにその自分で予約するワクチンプログラムは確かにありますただた多分そういうワクチンの中でも少数非常に少ない比率ですほとんどは人々に提供する必要があります人々にその登録するんだったらこちらの方から提供しなければならない55歳以上の方々を対象に確かそのよううにやっているかと私は理解しております ありがとうございます。はい、えー、毎日新聞の本村と申します。今日はどうもありがとうございます。えー、まずワクチン関連で一つ質問をさせてください、えー。中国がですね、台湾に対して政治的な障害を取り除けばワクチンを提供する用意があるというようなことを言っています。 一方で、その中国は台湾が外交関係を持つ中南米の国々に対しては、ワクチンを提供するけれども、その代わりに台湾と断交をするようにと促しているというようなことも伝えられています。えこうした命を守るためのワクチンを確保するという行為に対して、それを政治問題化しようとする、えそうした行いについて、タンさんはどういうふうに考えていますか。 デジタルシステムとちょっと関係ないのかなとも思ったのでもしかしたら私今の質問に回答するににふたらしい資格がないかもしれませんが私の友人とか家族とか親戚の間ですけれども国内生産のワクチンがおそらく一番 安全な賭けであろうと。それも一つの理由で4月にワクチン接種しなかったんだと思います。でも、その後、エピデミック指令センターと外交部は、の方が、まあ、回答にはふさわしい立場にあるでしょう。私はむしろ、え、ー ワクチン記録の的な情報共有ととかそういういいことをやっていますですから、デジタル部分に関しては回答できるんですけれども、非デジタル分野については回答できませんわかりました、それからダイバーシティについて伺いたいと思います。あのタンさんについていろいろとあの勉強しましたけれども、15歳でビジネスの世界に入った、それから20代でまあ性別を変更するといったような、いろんな立場から世界をご覧になっているということを想像します。 あの世界には自分のこう国やそれからコミュニティのこう古い慣習に縛られていたり冒険したくても飛び出せない飛び出す勇気がないというような人がたくさんいると思いますえそうした特に若い人でためらっている人にタンさんからメッセージをお願いします ご質問ですね。はい、わかりま,したまず生物学生物学が私どもの運命を決めてはいけないということですそれがメッセージです生物が我々の運命を定めるのではないということです私自身思春期を経てきました そそもそも私はこういっった概念を持っておりません人口の半分の方が私に近いんだとで残りの半分は私より私の間に距離があるというようなそういった概念を私は持っておりますそういった発想がないんですだからこそ日清法ではないということです日し卓一じゃないんですこれが個人的なメッセージでしょうかこれは私の個人的な経験にのっとったメッセージと受け止めてくださいありがとうございますもう一つ全然関係ない質問をさせてくださいあのタンさんが最近 日本のアートやカルチャーやそれから人々の行いなどについてこう刺激を受けたそれから感銘を受けたというような何なか出来事があったらその理由とともに教えていただけますかちょっと多すぎて全部網羅的に回答できないかもしれませんが。 強靭さです災害地震台風に対する強靭さだけではなくって過去最近日本にいた一番最近の2回の時に、えー、台風に会いました2回とも何回があるんでしょう大阪と沖縄1回ずつ体験しておりますですので実体験に基づいているんです。つまり秩序ある対応だとということメッセージ 候補もそうですもちろん気候を人間が管理することはできませんでもそういう気象事象に対する我々の対応は制御する管理することができるそれで感銘を受けましたつまりそういった強靭さってお金で買えるものではないんですやはり学習しなくてはならない日本を訪問した時にこのようにみんなが学んだ強靭さっていうのを目の当たりにしましたどううもありがとうございました。 変わりまして、TBS テレビの晴馬がお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。話を元に戻しまして、デジタル化とま政府の役割ということについてお伺いしたいと思います。あの先ほど来お話を伺っていますと、デジタル化が進展したことで、政府に求められていたことと民間に求められていたことの役割分担がま大きく変わってきているような気がいたします。 おそらく政策を決定したり実行するプロセスそのものが大きな変更を迫られているような気がするんですけれどもこの,変この,チ,ェンジのチェンジを実現していく中で一番大切な原則というのは何なんでしょうか例えば透明性ということなのかあるいは意見の多様性ということなのか。 あるいはその参加精神ということなのかどういう原則で我々は仕組みを変えていけば今炭酸がおっしゃったような政府と民間がより有機的に結びつくような政治システムができていくというふうにお考えでしょうかはいありがとうございますまずお答えする前にファクトチェックをいたしますね実は沖縄,沖縄と大阪で訪問しましたけれども東京も他にも行きましたので 東京では台風なかったということでちょっとファクトチェックを簡単にさせていただきますねすいませんさてそれでご質問に戻りましょうそうですねまず私にとって最も重要な原則が何かといえばこういったことだと思っていますすなわち我々がた果たして将来の世代のためにイノベーションをする余地を与えるかどうかということですねその想像を超えるイノベーションの余地を将来に残すことができるかどうかまさに多元性です でその性要するにその単一性ではなく多元性とということです今の世代の技術,今の,技術今の世代の技術例えばその個人を機械で取って帰るなしは人の仕事を機械で取って帰るスマートセティーなんだとスマ,ートスマートシミュレーシスマートセティーだといろんなその今の世代のいろんな概念をベースに設計しておりますがその単一一元論であれば将来の世代の 可能性を奪うことになるストす将来の世代がその設計に貢献する余地を奪ってすることになりますでもそうではなくじゃあアシステムインテリジェンスにしようと人々に力を与えようとそしてその人々をその隙間までどんどん広げようとそしていろんな人がデータの保管を信頼できるように通信会社が保管するならば信頼してもらおうと地方,地方自治体がデ,データ保管をしてくれると。 そして尊厳というものを見てることでれば多元性のもと尊厳ということを認てることができれば我々は将来の世代の可能性を閉じ,閉じ込めることになりません。より競争できるような余地を与えるすなわち我々は謙虚にデザインしなければならないそしてコーディザ,ザイナーの余地を与えるということが重要だと思います。あの まあその考え方はこうよくわかるんですけども実際にこれまで例えば政府というのは情報を独占してきてそして政策を決めて決めたえまに国民なり市民なりに伝えるっていうような形で今まで政策を立案したり実現してきたりしていると思うんですね。そこに実際にそのソーシャルセクターの人たちが最初の段階から入っていって一緒に何かをしていこうといった時に何が一番の障害になるのか。 あるいはその障害を取り除くためにどういうことをすればいいのかということがなかなか私には分からないんですがその辺についてはどんなふうにお考えなんでしょうか古いやり方古い民主主義の仕組みは限定的ですつまり通信技術によって制約がかかっていたあもうそもそもその質のために民主主義が 設計されたわけです。紙と鉛筆しかなかった時代に民主主義があると3ビット1人当たり4人に1遍選挙でアップロードするその帯域としてはまだ狭かったわけです。紙と鉛筆ですから。その後ラジオとテレビが登場したと。よって政府が何かを決めるとマスコミを使うことができる。そして専門家のジャーナリストを使って脈絡化することができて市民に伝えられる。でもそれは、えー、規模で 主張するということではありません何百万人の人たちの意見を聞くとかそれぞれの意見を聞くっていうことはできないわけですですからもう決まった後であるいはほとんど決まりそうな時にマスコミを通して、えー、ジャーナリストを通して伝えるっていう形でしたでも今ブロードバンドの時代です。方方向です両方向ででですすす両からより良いいデザインを持っている人は 政府にとって提供できる提案できるわけでするつまり政府がオファーするものを取るけれどもフォークのように PDF とかファックスマシンのようなインタラクティブマップを使うとかただ待って数を変えるワクチンの何回分かっていうことを数えるのではなくチャットボックスを活用するとか。 人がその意思決定権限者に規制改革をやってくれるのを待ってもらう前に署名してそういう提案をして改革を始めようとする市議会が毎年1年度の予算を取るだけではなくって市民が毎月予算立案に参加するとかですから私が今ルール述べた事例は バイディレクショナルマルチ方向性のコミュニケーションインフラで可能ならしめられるわけです。ユニバーサルブロードバンドは人間の権利です。それがないと金持ちだけでお金がある人しか帯域を持てない。その人たちしか民主主義プロセスに参画できない。それは多元性はないわけです。壮絶性もないわけです。ですから、やはり民主主義、今世紀の民主主義はいまだに ただ単にユニバーサルなデジタルとメディアの能力だけではなくてユニバーサルブロードバンドアクセスに依拠ししていると言えましょう今のお話ですとよく分かったんですけどあの今まではそうすると、えっと、政策がほとんど決まりかけるまではなるべく、えー その中身について知らせない方が多分便利だったとっいうことだと思うんですけども新しい時代のやり方だとやっぱりと当初の最初の段階から徹底的にな,なんていうか情報公開とか、えー、そのプロセスの透明性が必要でそれがなければ今おっしゃられたようなこう議論は前に進んでいかないような気がするんですけどもそういう理解でよろしいんでしょうか。ままさににおおっっししゃゃるる通通通りりりりででですすすす本当ありがとうございますその通りです ありがとうございましたあの私からじゃあもう一つ、えーまあ、デジタル革命とですね格差の問題についてお伺いしたいんですが、まあ、デジタル革命でですねいろんな、えー、便利なことが広がっている一方でですねまあ丹さん大鳥丹さんもシリコンバレーで働かれてた時は随分お金をいっぱい稼いでたと思うんですがあのデジタル革命でやはり 一部のプラットフォーマーとかですね大きなデジタルの企業や経営者が裕福になって一方で、えーまあ、あの取り残される人もいて社会的な所得でも格差が広がっていくとこういった問題に対してですね、まあ、どういった取り組みがね今後必要になっていくのかとデジタルで何かそういったものを解決できるのかあるいはやはり政府の政策として何か もう少しやるるべきことはあるのかその辺りはどういうふうにお考えになっているでしょうかそうですねユニバーサル失礼そのユニバーサル教育そして障害教育に加えてまたヘルスケアそしてユニバーサルブロードバンドに加えてもう一つできることがあると思っております。すなわち技術をちゃんと人々の手に当たるということですね。例えば 5G の周波数のオークションに関してはそのオークションのお金を最も農村部最もその遠隔地域の人々のエパワーメントに活用する必要があります彼が最も参戦したくなるように都市部は 4G ですよねでも遠隔地は例えば場合によっては国民保険アプリを活用してそして保険カードを VR バーチャルリアルにするで遠隔地方もそして遠隔診断もできるようにするトピカルコードを使って。 また確かドローンで実験しているところもあるようですね薬局の処放箋をドローンで運ぶそういったテストをしているところですねそういったニーズがあるんです公共交通は遠隔地でお金がかかりますからですから国がそれを優先課題としてその社会的な平等というものを扱うことを追求すればただたにその豊かな人々だけが進むということは避けられます。例えば スタートアップがインセンティブを持って社会的な有用化になるようなそういったマーケットを作ることができると思います。イノベーターがこの平等不平等を革新的手段で解決するというそういった環境整備をするわけです。すなわち社会的なイノベーションを持ってその産業のイノベーションの標準化を図っていくことだと思います。そういう意味ではあの政府の役割というのは非常に重要になってくるのかと思いますが。 まあただ世界を見渡すとなかなか政府もですねそういったうまく格差縮小とかですねデジタル社会に対応した政策を十分に取りきれてないと思うんですがこれはどうすればいいのかこれ国民の側が何か変わるのかあるいは政府のリーダーがもっと変わるべきなのかあるいはどうやっていけば政府がそういった新しいデジタル社会に対応 した政策を打ち出せるのかタン、えー、さんどのようにお考えでしょうか二つの異なる役割が創作用していますまず国民のお期待あるいは規範ですもし国民は政府が全部面倒を見るべきだと思ったら 政府は市民から良い意見を聴取できない、だから共同創造できない。一方、政府は国民を信頼しない、そして共同創造のチャンスを上げないということだと、じゃあ、もう。 公共部門のいろんなことに参加するよりも他のことに時間をかけようって国民は思うですだからどっちが先の第一歩を取らなくてはならないわけですだったら政府でしょ政府がまず最初にアクションを取って文書化して ある陳情が行われたあと60日経ったならば即活動を取りますよとかっていう例えば私の E メール普通私は E メールが来るとすぐ返信しますまあ過去1週間ちょっと忙しくて出ていないんですけれども返信はなるべく早くするんです数ヶ月前にある人が E メールこういうの送ってきましたデジタル大臣オードリー・ターン大臣あなた国民会ブロードバンドを人権として保障するって言いましたでも私三角自体で自主隔離しています で、これメール、半日かかったんです、なぜならば隔離されているところで接続ないから、14日間ここで滞在しなくてはならない、人権なんて全然確保されていないんです、あなたのせいにしていいって言ったから、だからこの E メール送りますっていうのを受けたんです、そこでえ国家通信委員会と電気通信事業者と掛け合って、2週間後には、塔を立てたんです、通信塔を。 その頃までにその人は14日間の隔離終わっちゃってたんですけれどもでもスピードテストをやりにまたそこに行って本当に大臣やってくれたかチェックしたんですその人は。それを私が約束を守ったとソーシャルメディアで口コミで普及してくれたんですそれ2週間だったんです。これが2ヶ月6ヶ月月6か,かる たたなならば認定切れになってたでしょうでも2週間でやった、ソーシャルメディアでも普及した、えー、参加する意欲が国民ので分かちます国民との双方向のコミュニケーションができているということですね。ここにちょっと関連してよろしいでしょうか、えーとあのまあ、ユニバーサル、まあ、ブロードバンドのです、ね、時代の民主主義、今世紀の民主主義という話で。まあ とはいえその過去、ですね技術というのはだん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 発達してきてじゃあその都度民主主義というのは変容していったのかというのはちょっとよく分からないところもあったんですけれどもあのここにきてですねやっぱりその双方向というのが非常に素早くできることになったというのは非常に大きくてなるほど、それでこれからいろいろ変わっていく要素というのは大きいなというふうに思いましたただ、そうなってくるとですね旧来の政治家であるとかあるいは企業なりまあいろんな部署のまあ今、権力を持っている人たちですね そういう人たちの、まあ、存在をある意味否定しかねないようなことになってくるわけなんですけれどもそういう抵抗勢力があってもです、ね、おっしゃられたような今世紀の民主主義というのは進んでいくと思われるでしょうか。そうですね2014年末ちょうど私が実は閣僚のリバースメンターとして選ばれたんです。3回講演を行いました 300人の人々を前に講演をしたんですこれはその公共サービスその政府の中で最もトップの方々です言うなれば公務員の方々です最もランクが高い公務員を前にお話をしました300台湾ではトップレベルの公務員300人いるんでそ,れそ,うそういった人々をお前にお話をしたんですで3回講演をしましたでその終わりにある一人が非常にトップの公務員の方から質問が出たんです何を,求め何を求めているのと聞かれたんです やめろと言ってるんですかと聞かれたんです若い人にとって変われということなんでしょうと聞かれたんですねで私はこう答えたんです決してそうじゃありませんそういうことお願いしてるんではありませんお願いしているのこれだけなんです若い人と一緒に仕事してくださいそれ若い人を同僚,同僚として リバースメンターとして同僚として扱ってください。同等に扱ってくださいということです。皆さんは確かに若い人が学ぶべき英知を,を持っておられるだろうと。しかし若者には新しいアイデア、新しい方向性を持っています。ですから、あなた方も彼らが学ぶことはできます。ですから、ぜひお願いしたいのは、ピアとして同僚としてのポジションをちゃんと設けてあげてくださいということです。何十年、若い人がその何十年も書かなくていいようにしてほしいと。私のフィスは、私のフィスは実は、 そのキャリアの方々が半分、それって半分は外部の専門そういった内訳となっています。で、その公務員のトップの方々は10人の異なる省庁から詰まっておるんです。でか省庁は1人1人しか就航できないということにしたんですね。ですから、非常に水平なフラットな組織なんです。で、出向した方々が組織に戻ると、また別の人がやってくるとで、その人辞めた人は？省庁に戻ると。 要するにその競争というアイデアを持,ち持って戻るわけです,ですか戻って省庁でも文カルチャーチェンジをもたらすことで自発的な集まりなんです非常にデリケートなバランスが必要ですよねみんながお互いに学び合うということなんですで一つの価値一つの発言が支配,支配することはありませんそういった場を作るということが重要です何か特定なそのノウハウよりも非常に重要なことではないでしょうか そろそろ時間ですがよろしいですか、えー、どうも小鳥谷さんどうもありがとうございました,、えー、ました素晴らしい質問ありがとうございました小鳥谷さんどうもありがとうございました大変興味深いお話を伺うことができました今後の一層のご活躍をお祈りしておりますではこれで総会記念講演を終わります